どうもこんばんは、ナイティナイ岡村です。矢部です。ちょっとね、先ほどから、シン・ウルトラマンの、お話をしてまして、まあ三浦 D なんかご機嫌なんでしょうね。シュワッチシュワッチ言うて機嫌で、俺も今日そう入ってきたらもうシュワッチ言うてるから、どうしたの。人はあのステシウム光線じゃないですよ。あのセブンのあの何ですかね、おでこにこれ両指エミエミリオエミリウム光線っていうねの方をあちこちにパーッと出してありましてね。なんかええことあったんですか。なんか楽しそうやなと思ってシュワッチ言って言うてはりましたですけども、うん、明日からですか。明日から公開楽しみっていうことやね。そういうことでしょ。みんな盛り上がってる。一人だけセブンやってはりますけどね。まあ好きな人はやっぱりね、ずっと好きやから。まあまあそうですよね。ちょっと見てみたいなという、思いもありますけども、まあちょっとなんて言うんですかね、こう残念なニュースと言いますか、悲しいニュースと言いますか、そういうのがもう入ってきまして、まあ、びっくりしてですね。びっくりしたよね。びっくりしましたですね。ダチョウのね、上島さんが亡くなられたという、っていう、本当ね、もう、この間お仕事をしたとこやったんです。で、楽屋に来てくれはって、岡村くんおめでとうって言って、お祝いも、子供生まれたっていうことでお祝いもいただいて、ありがとうございます、言って。もう余計ショックよね。いや、そうなんですよ。キンキンでそういうね、そう。あると。だからその時、もうすごい楽しい収録で、いつも通り、上島さんっぽい、まあ、アクリルあったから、若手と、なんか、アクリル越しにチューとかして、えらい、こう、若手はもう、その、してもらった方は、いやー、感激ですって言ってたけど、伝統芸やからね。そうそうそう、数々のね、ギャグもいっぱいある中で、そのやってもらって嬉しいですって言ってましたけど、残念ですよね。年末にも、絡ましてもらったじゃないですか。ロケでね。ロケで、僕ヘリで飛んで行って、あの時、大晦日のやつで、で、一番最後に、じゃあ一番先輩の、上島さんから、挨拶お願いします、って言ったら、とにかく体いっぱい張って、最高の年またぎになったよ。まあ、俺は体張ってねえか、って言って、シーンってなって、なんか、そのまま、お疲れ様でしたってなって、まあ、それはそれで、後でバーンってこう、一泊置いて大爆笑なんねんけど。上島さんらしさ。らしさ、前回の、挨拶というか、そういうのもあったんですけれども。まあ、我々ほんまにね、若い頃からいろいろとお世話になってきましたからね。そうだ、お笑いウルトラクイズ。そうそうそう。ね。そう、お笑いウルトラクイズでも、何もわからない時期で。そう、何にもできへん、前にも出ていけない時ですけども、いいんだよ、お前って、つって、出て行っていいんだよ、全然、とか言って言ってもらったりとか、優しかったよね。優しかった。上島さん、出川さんはもう、その時の俺らからしたらもうな、うん、輝いて見えたよ。よう行くな、そこへ。そうそう。よう飛び込んで行くな、みたいな。まあ覚えてる。そう、スーパースターだ。特に上島さんなんかはもうやっぱすごかったよね。すごかった。大爆笑を取ってたわ、バンジーとかでも。まあ服全部脱げてピャーン飛んでいくとことか、俺は普通にもう大爆笑して見てたわ。誰が一番笑ってるかってやっぱたけしさんやそうやな。そうなの、上島さんがあのリアクションね。そうや。痛い苦しいリアクションしてる時はたけしさんが一番笑ってあった。ほんまやな、で、俺らは、何、奇跡的に、ああいう瞬間も、ギャグが生まれる瞬間ね、どうぞどうぞっていうギャグ、皆さん、ね、ダチョウさんの中であると思いますけど。ないないない。ないないないのロケの時に、深夜番組の。たまたまなんか、
バンジージャンプなのかなんかやるときに、うん、俺やるよ、じゃあ俺やるよって、うん、いや俺がやるよ、いやどうぞどうぞみたいなのが、うん、その番組の中でパーンって生まれたのよ。そう、それが生まれる瞬間に俺は立ち会ってたのよ、うん、あれが後にザーッとこうギャグとしてあの成立していくっていうさ、うん、すごかったよね。ほんまやな、うん、あと、はい、上島さんがバンジーやめた日、そうやね、逆バンジーってなって、逆バンジー急に怖いってなってんな。そう、でもすごいこうなんちゅうのクレーンみたいなのも用意されてて、そうそう、で最後上島さんが、逆バンジーやって終わるっていう台本やってんけど、うん、でハーネスやらつけて最後飛ぶってなった時に、うん、ダメだできないっつって、うん、で最初笑ってたんですよこっちも、いやいやまたまたみたいなリアクションやと思ってなってたけど、うん、ジモンさんがパーって、うん、あの上島さんのとこ行って、これダメなやつだっつって、そう大きな罰出したのジモンさんが、ダメリュウちゃんダメ、うん、本当にできないやつだから、そうそうそうって言って本当にごめんって言って、あのバンジー以外ならもう何でもするからって言って、やった、蜂まみれになってもいいからって言って、まあ、それはそれでなんかなんやろ、やらへんっていうことが笑いになって終わっていってんけど、それから、うん、やな、あんまりもうバンジー怖くてできないんだよって言って言うてはったもんね。だそれからやってはらへん、やってはれへんと思うね、多分ね、出ないと思 う。すごい瞬間立ち会えてんのよ、だから。そう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 。な。そうやね。だからもうほんまにいろいろ、やってもらったし、で、ゲストに来てもらってやってもらったし、特に俺なんか、志村さんとね、よく飲みに行かしてもらう時もあったから、うん、そんな時に、上島さんもいてはって、うん、もうすごいなんか、なんやろな、笑いの話みたいなもん、まあ、そんな時、しかせえへんけど、うん、ちょっと酔っ払ってそんな話したこともあるし、うん、だからまだまだ見てみたいなっていう思いはあったんですけどね、うん、そうだからあれも一緒やったもん、映画もあの決算中シングラー、ああそうか、そう、それでも一緒やったから、うん、そうお芝居も実はすっごい上手なんですよ、ナチュラルに、うん、実は。俳優志望やってね。そうそうそう。上島さんって最初。だから今すごい増えてるやん。なんとか座。ドラマ出たり、うん、映画出たり、すごいしてはんの。そうそうよね。そうそうそう。テアトルエコー出身。なのよね。いやー、もう。いや、もう、ほんま、もう絶句ですよ。ほんまね。ちょっとだから、ね、どういう、あれかわからないですけども、うん、まだまだこう、おでん芸とかも見たかったし、うん、ね、そういうのもやってほしかったなとは思いますけど、うん、ちょっと残念ですよね、本当にね。こういうことをラジオでちょっとまあ、言わないといけないっていうのは、うん、残念ですけどね。まあでも若い時の方がね、よく絡ましてもらいましたからね。そうね。お世話になりましたよね。そう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 。うん、黒柳徹子さんの『徹子の部屋』のセットで、ね、熱湯風呂の芸見せたことあったな。あった。あった。あったな。うん、なんか徹子の部屋のスタッフさんはなんかすごい嫌そうな顔してたけど。徹子さんは喜んではったけど。そうやな。うん、すげえ笑ってくれてはった。もう初めてやったよな、うん、あそこで。やっぱり徹子の部屋のスタジオで。そう。なんてことすんねん、これ。徹子、黒柳徹子の部屋。で、それも別に徹子の部屋じゃないからね。我々がお借りしてやってる、うん、あれやったから。すごいなんか怖い顔してんの覚えてんねんな。その時の周りのスタッフさんが。もう早くやめてくれみたいな。徹子さんも笑ってはったからな。いやでももうすごいすごい四パギャグとか伝統だから、あの熱湯風呂もね、うん、まああのスーパージョッキーでね、うん、ずっと毎週やられてて、で押すなよ押すなよって言って、うん、
押してたのが、うん、それが形やったのが、ほら、やっぱある瞬間、押さなくなったやん。うんうんうん、すごない、うん、もうその、進化するというか。そうね。押してあげなあかんのに、で、押せよになるのよね。うん、上島さんの芸が。そうそうそう。だから、押す、熱い熱い、熱いっていうのから、うん、誰も押さなくなって、押せよだから、そうね、真逆の伝統芸って言われながらも実は進化してるんです。その時代時代に合わせていってて、ね、笑いは増えていってたんですよね。うん、これすごいことに。いや、それはやっぱすごいなぁと思うけどな。そうですよね。うん、でもだからそういうなんてまたねリアクション芸っていうのが今なかなかね少なくなっていってるかもわかりませんけども、うん、若手も全然だからそのそういうのもできないじゃないですか、うん、リアクション芸みたいな、もともともうテレビがもうそういうのやらないから。そうね、そうなんですよ、うん、だからもう出川さんとかもこれからも頑張ってもらって、うん、うん、もうだからキスなんかもよう怒ってたでしょ、他の人と上島さんがやるから。俺とやらないとダメだよっつって。やきもちやい。やきもちやいって。なあ。なんでお前なんかがやんだよって言って。お前なんか。それすごい。いつもようそれ怒ってて、ね。そもそも出川さんのネタじゃない。竹山くんやで、あれ。そう。竹山くんと、そうか、そうか。あれやね。上島さんが作ったやつやね。それになんか、いつの日か出川さんが乗っかって出川さんと上島さんのものみたいになって、他の人やるとなぜか知らんけど出川さんがめっちゃ怒るっていうそれは言ってあげなあかんな、出川さん。そういう風になってしまってんの。竹山と上島さんのやででもそれ言うと、もうそれはいいじゃんって言うからあれやねんけど、だからちょっとそこはね、だから出川さんとか竹山くんがちょっとその継承していくというか、うん、残していくというか、そういう風にね、うん、なってくれたらいいなっていう風には思いますけどね。本当そうですね。本当に、うん、もうちょっと見たかったなっていうのがね、我々の、うん、意見ですけども。だから次の新しいねリアクション芸人をこう、うん、見守ってで欲しいですよね。そうですね。うん、ただジモンさんがもうお肉ばっかりじゃなくて、うん、うん、おでんに戻ってくるとか、うん、そういうことがあるかもわかりませんからね。まあそうやね、うん、ジモンさんたまに本気で切れるという、うん、瞬間があるからな。そうね。いやでも本当もうほんまびっくりですよね。うん、だまだ。もうもちろん我々だけじゃなくてね、うん、びっくりショック受けてる芸人さんいっぱいいると思います、うん、やっぱり俺はな、やっぱほんまにお笑いウルトラクイズでのスター感というか勇ましかったよ。輝いてたよな、はい、ほんまに、うん、なんか誰よりも笑い取っていくというか、うん、軍団さんとかもいる中でやっぱすごかったなぁ。あんなとこ入っていかれへんもん。な、ほんまに。芝生でやってたもん。やっぱりサッカーを。我々やっぱ河川敷でしかやってきてないから。河川敷やったなぁ。もう遠目でこうやって見てるしかなかったなぁ、うん。踏み入ることできなかったよね。うん、すごいなぁと思って、うん。バスも一番後ろやったしな。一番後ろやった。一番後ろ。若手。うん、チームゼロさんの後ろ。そうや、当時チームゼロさん。バス移動で、前の方が、たけしさんとか、ね、軍団さんがわーって座ってて、頑張ってる人らがもう全部座ってて、そうそう、若手はもう人数合わせみたいな感じで一番後ろに座るっていうね。うん、俺一番後ろやったもん。キャインとかも一番後ろやったんちゃうかな。で、俺らとキャインが後ろやった。もう会話にも入っていかれへんしな。確かに。うん、で、一番若手でお笑いウルトラクイズに出て、出た最後の人間ちゃうか、また我々。そうや、どう思う。なあ。キャイン。そこで、ダチョウさんの、なんやろ、爆笑取ってんのとかを見てたんやな。そうそう、ほんまそうやな。まやで。うん。懐かしいわ。テレビを現場で見てるような感覚やったな。うん。
だから、ま、だダチョウさんとか出番多いから金粉とかもうものすごい落とすの早いのよ。もうスタッフさんとかでわーってこう慣れてあるからな。でも出番が少ない人とかはもうあのなんちゅうのあの落とさなあかんね自分で一人で、うん、うん。それも このラジオで何回も言うけど、あの金粉背中についてる金粉を流してくれたのは義太夫さんやねん。風呂場でちょっと取ろうかって言って、うん、あすいませんって言って、うん、その大先輩に金粉取ってもらうっていうね、俺ほんまあの時も逆やったなと思うけど、義太夫さんがこう流してくれて、うん、じゃあのお背中僕が流しますって言って、先に俺が多分ほんまやったら、うん、義太夫さんの背中の金粉落としてから、うん、落としてもらった方が良かったんやろうけど、ギーダーさん思ってたかもな、こいつ俺に落としてくれへんなって口には出さへんけど、俺が先かってもしかしたら思ってはったかも分からへんけど、俺が先落としてんな、そうそうそう、だからダチョウさんなんかザースタッフさんとかとブワーッと落として次の現場バーンって行ってはったもん、行ってはった、そうだったよな、だって全部のなんかアトラクションに出なあかんかったんじゃん、うん、髪の毛とかも燃えてて、燃えてるよって言うて、うん、ほんまにお前髪の毛燃えてたりとかして、るからな、すごい番組やったもんなあれな、うん、それだから俺はもうほとんど呼ばれてるけど何もできず、ほんま視聴者としてすごい近くでダチョウさんのその、うん、芸を見させてもらってたなっていう感じよね、うん、今となっては、いや本当そう、本当そうそうやな、うん、いや本当にもう残念でなりませんけども、うん、ご冥福をねお祈りします、うん、本当に、はい、またまたねそういうおでん誰かがやってくれることを期待しながらと、うんそうね、いうことですね、うん、なんかね、ちょっと寂しい放送になってしまいましたけども、ちょっとね、うん、切り替えていきたいというふうに思います。ナインティナインのオールナイトニッポン、この番組はミニプロ、ワンカップ大関、アガルートアカデミー、タカスクリニック、ブルボン、エイブル、AK レーシング、株式会社サテライトオフィス、太陽生命、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。さあ曲です。岡野昭仁&井口悟でメロディープロットバイブレイメン。ダンプ松本、カニを丁寧に解凍する20点。ナインティナインのオールナイトニッポン。さあメール来てます、はい。ラジオネームポーション。ウルトラマンがシュワッチというのは戦う時ではありません。飛び立つ瞬間です。三浦氏がやっていたウルトラマンセブンの掛け声はデュアです。三浦氏は全部間違えています。ウルトラマンのことを知らないのにちょけないでください。いや結構大きな声で9回でシュワッチって言ってた。間違えてんのに、マジ最後飛び立って帰っていくときにシュワッチって言うのやったっけ。そうやな、スペシウム構成の時とかはヘアとか、そうヘアだけだとか。シュワッチはそうと、そうね、飛び立つ時、帰っていく時ね、そう、はい、間違えた、覚えました。でも別にそんな呼んであげんでも別に本人もなんかあかん、やっぱりそれやるんやったらちゃんとね、いつになく乗ってたのにやな。シュワッチってすぐやってたよ。ごめんね、楽しいとこ。間違ってるとかも言わんでもええねん、別に。本人がスペシウム光線でしょ、スペシウム光線。これは何でしたっけ、テイクロスするやつね。テイクロス。あれはスペシウム光線。光線ですけどね。うん、まあ本人は、ちょっと、あーって思っちゃったじゃないですか、これで。なかなかやりづらくなりましたよ、これで。シュワッチって言ってくれなくなりましたよ。一応ね、こうやって、送ってきてくれたよ、ポーションは。ポーションはもうこうですよ、本当は三浦さんって。あかんて、ポーションもっと泳がしてあげた方がいい、うん、泳がすという言い方よくないですけども、来週ぐらいもまだシュワッチって言ってくれてたら、うん、ね、うん、明日から公開なんですから、新ウルトラマン。そうですよ、見に行ってくださいね、三浦さん。あ、見に行ったら覚えるかもね、シュワッチ言って、うんうん。足立区ラジオネームテンガリオ、もう、俺は覚えてないと思う。
どうぞどうぞが生まれた動画を見たことがあるんですが、うん、最初に手を挙げてみんなを誘導してたのが矢部さんでした。何回もどうぞどうぞやってて、岡村さんがなんでこんな楽しいんやろうと言ってたのが印象的でした。誕生の瞬間、何回もやったんやろな。それ何回も何回も。そうで、いや、どうぞどうぞみたいな。あまりにも、上島さんが、もう、ほんまにできないって、まだでもノリやと思ったから、うん、じゃあ僕やりますよってなんか言うたら、肥、う、後、ん、さんが、乗ってくれた。うん、いや、矢部くん、矢部くんやろと俺がやるよ、みたいな。そうです、そうです。そう、ほんで、ジモンさん、岡村さんってなって、でもな、上島さんもなんか、みんな手挙げるから、でも俺がやるよもなかったと思う。うん、パンって一歩前出て手挙げたぐらいやと思う。ね、うん、どうぞ。だからみんながどうぞ。で、ほんまにやれへんから、何回もそれが続くのよ。そうそう。ほんまにやらへんから。何回もやった、多分、編集で切られてるやろうけど、何回もやった覚えあるな。うん、そうやったと思う。なんかこれ言われたら、蘇ってきたわ。そんなことでした。そうやな、もう、ま、ね、真っ暗の、なんか、草っぱらみたいなとこで、ロケやってたな。どんどん日も落ちていくしね。落ちていって、懐かしいな。そんなこともありました。はい。そしてメールいただきました。うん、これはラジオネーム、非科学的チャーハンからいただきました。アンガールズの田中さんが先生になって、生徒役の芸能人に小中学校レベルの国語、数学、理科、社会、英語のテストを実施し、ヤバ回答をシェアする番組がフジテレビで始まり、田中先生の熱血ぶりが話題になっています。先生といえば、岡村先生はどこに赴任されたんでしょうか。いや、俺、クビになってんな、今日。そう、クビ。なんかしたん？何もしてないよ、別に。クビになったよ。何もしてないねんけどよな。うん、まあ、これさ、いや別にアンガールズの田中君は何にも悪ないよ。いや何にも悪くないけど、予想でしかないけど、うん、アンガールズの田中は、うん、やっぱり言ったと思うね。いやもしかそれかびっくりしたか。俺絶対、いやそう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 、えってなったやろな、そらこれあれですよねってなったと思うね。いや田中君も怖くてそれ言われへんかったと思う。これ、さ、わかるよ。田中くんも出たことあるはずやね。テストに。そうやったっけ？出たことあるよ。多分。そうか。まあ先生やってるもんな。そうそうそう。生徒覚えてるよ、ね。そうやで。だから、多分、なんか、新しい番組始まりますと。うん。いうことになって、うん、まあ、まずイメージすんのって、ほら、平成教育委員会とか。うん、ね、フジテレビで、うん、そういうなんか、なんちの勉強系のってなったら、うん。制服着てね。そうそうそう。そんな感じは田中くんも思ったと思うね。うん、蓋開けたら、ちょっとちゃうかも。えってやっぱなったと思うで。これ田中くんがかわいそうやと思うわ。うん、で、これやんねやったらさ、俺らやったらあかんのかっていう。俺らのクラスどこ行ったの？クビになったの。岡村先生が。うせえやん。クビになったの？ほんま？うん。まあまあ頑張って、クラス引っ張っていけたよね。勉強小僧なんか退学よ。勉強小僧なんかもう退学、もう退学です。嘘やん。いや、俺さすがに、田中は気使って言われんかって、マネージャーは言ったと思うね。これすいませんと。田中君のマネージャーね。うちの田中これめちゃイケやらされてますやん。そうそうそう。さすがに。ってなるわな、そら。うん。そやね。で、もっと言うと、まあ、見てる方はね、視聴者、楽しく見てる方はごめんなさいね。うん、視聴者の方はわからない人もいるかと思いますが、うん、総合演出が、もっとめちゃイケの AD やったから。そう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 。そうね。うん。番組作ってるのが。うん。せえねんけど、多分だから、その、まあ、こういう感じでテストやってたなっていうのはわかってるから、うん。でも、ほんまの中身までは、側は分かってても、うん、本当の中身の部分とかは多分あんまり分かってないかったかも分からんけど、うん、だからどう思って番組作ってんのか、俺とか、浜口とか、
の顔とかは全く浮かべへんかったんかなと思ってさ、こんな悲しいことある？だから他のメンバーもどう思ってんのかなと思うし、もちろん田中くんもさ、あれって思ったやろし、うん、めちゃイケメンバーも多分、え前々聞いてたのこれって絶対なってるはず。だから、多分あれめちゃイケメンバーのことやから、うん、俺らが言うまで、やっぱりちょっと我慢してるとこはあると思うね。そうかな。うん。じゃあその作ってるスタッフさんはさ、どこで気づいたと思う？あれこれめちゃイケかもしれない。どこでじゃないと思うで、ね。どこでのレベルじゃない。いやだってなあ思わへん。だってもっと言うとさ、不思議なことやなあ思って。めちゃイケの期末テストを撮ってた、あれ結構技術さんいんのよ、カメラさん。いろんな角度から、うん、ああ、そうね。あんだけの生徒さん撮らなあかんから、うんうん、めちゃイケの期末テストを撮ってたカメラさんが、やってんねんもん。技術さんも、あ、知ってる知ってる、やってるから。俺やったことあるから。やったことあるから。それノリノリやん、もしかしたら。ノリノリで番組やってるやん。俺そんなんちゃうと思うで。ドキドキしながらやってると思うで、多分。これ、それは多分なんかやりとりしてるよ。これ、休憩時間とか、これめちゃイケみたいな。いいのかこれって。それは、チーフとかに言うて、これめちゃイケな感じでいいんですかねとか。もっとがっつり喋ってんのちゃう、そこ。めちゃイケの時ってこんな感じでしたよねとか、なってるはずやねんって。いやー、あると思うよ。これは、でも、どうなん不思議というかさ、うん、もう、俺もどこに赴任すんのかな思ってたけど、そうやね、赴任先が決まれへんねや、もうこれ。いや、びっくりしたよね。お、もうたまたまオンエア見た。見た？たまたまほんまに。ああ。オンタイムで。うん。あれ、俺オファー来てないって思った。あ、違う。あれ出てる人違う。俺見てなかった、見てなかった。ほんで言われて、ほんで、やってるで、って言って、うっせろ、言って、うん。え、どっか台湾かどっかで、台湾かどっかで、なんかあれやねん。一回めちゃイケの真似して、めちゃイケ台湾グレンタイっていうで、で、台湾行ったことあんねん、言うて、うん、いう話してんやけどやな。うん、いやいや、そのあれやで。台湾でめちゃイケやっててんな。そう、台湾でめちゃイケやってて。アポンっていう中国のプロデューサーさんが、なんか、まるっきり同じような、よう似てんねん、全員なんか。台湾。え、これ多分台湾の良い子やんな、みたいな。台湾の明石家さんまさんって言われる人がな。そう。メインでやってて。メインでやってて、なんか、よう似たことやってたんや。間違ってんのがメインがピンやってん。そう。ボケじゃない。コンビじゃなくて。そうやがな。なあ、ね、なんでこんなことしてる、いや、面白いから、うん、すごく面白い、リスペクト、みたいなこと。って言われるから、ああ、そうみたいな、これなるけどもやな。いやいや、これはちょっと。それが、同じ日本の、同じ曲で。なんだなあ。だから、どう思ってはんのかなって思うよね。いや、ほんまや。いや、怖くて、なんか、よう喋らんわ。いや、俺もだから。怖いね。喋るの。そうね。俺もだから、昨日やったっけ？フジテレビな。そう、おとといか。おととい、フジテレビで、その、ね、仕事をして、何人かね。で、多分ね、やってるであろう、スタッフさんに、なんか言うてきはるかなとかさ、うん、なんかこっちから聞こうかな思うけど、なんか、怖くて。こっち側からも行かれへん。向こうからも何も言うてこえへん。見ましたとか、そんなも別に言うて聞きはれへんから。だから、俺が見たよっていうのも怖いし、ずっとなんかどっちが言うのみたいな。そう。言われる。感じ。うん。いや、な。結局、どっちからも。言わんまま。言わずやな。そうやね。うん。だから、どうなんやろな。その、分かれへんで。田中くんも、まさか、そこまでめちゃイケみたいになるとは思ってなかったんちゃう？やっぱり。どっちか言ったら平成教育委員会の、たけしさんみたいな感じで、
やるつもりやったと思うで、本人は。と信じたい。っていうことでしょ。と信じたいという。そうやって、それでないと、逆やったとしてやで、うん、そういうのがあったとして、うん、めちゃいけないのテストみたいなやつなんですよ、って言うて、うん、やるかな、やれへんやろ。それはできないですわ、ってやっぱなるやろ。ちょっとわからへんな、あそこの細かい話知りたいけどな。誰も何も。うん、口を閉ざしてるやんそうやね、今そういう状態や、ね、そうやねでもなんかスタッフさんは一緒なんでしょ、そのやってたね、めちゃイケやってたスタッフさんやから、スタッフはね、そうでしょ、田中君がこれかわいそうやと思うでほんまに一番ビビってるよ田中君が、ほんま。花田勝、舞茸茶にハマる5点。ナイティナイのオールナイトニッポン。さあ、ちょっとメールがまたね、はい、来ております。ラジオネーム、ミカエル。先輩教師、先輩教師の岡村先生として、これから授業を続けていく新米教師、田中先生にアドバイスすることはありますか？いやいや、アドバイスも何もないよ、そんなん、全然。うん、何もないけど、田中君、俺も出してくれへん？なんか。生徒で？いや、生徒じゃなくてさ、全部、全教科やったらしんどいでしょ、多分、田中君も。だから、あ、英国、英国数だけやらせてくれへん。担当教科作る、ね。ノウハウ大体知ってるから。なるほどね、ちょっとね、こう役割分担でやらしてくれたらなとか思うけどね、うん、でも担任は田中先生やからね。そうやないやそうよ、うん、もっと言うと校長も当時と違うもんしねさあ校長おんのかな、校長バーンって吐くシステムのさ浜口が出てくる校長はおらんかったん、校長はおらんのか、副担任はおったけど副担任や、副担任な、うん、佐野くんがやってたからな、副担任はな、そのあんなやからね、よう、あのその答えの発表の仕方よう怒られてたな。いやもうちょっとゆっくり何回も練習させられて、いや あそこもう命なんですよ、そうやね、副担任のそう答えの間はね、そう、そうそうそう、ドンって映って、うん、オンエアのこと考えながらバンって言わなあかんし、うん、いやほんまやで、うん、もう昔の学校の話すんのやめましょうよほんまやな、廃校なってもんな、うちの学校廃校な、廃校なったんですよ、もう生徒ももうでも廃校なったなんか知らんかったから、そしたら言うてくれたらよかったのに、廃校ですよって誰も廃校ですよってもそうよ言うてないから、そう、まあ言うてくれへんからやな、そう、勉強小僧もそう、まだある、母校あると思ったから、うん、あれある、あるやんと思ったの母校残ってるやん、母校残ってる残ってるやんと思ったけど、切られたんは先生や、先生が切られてしもってるやん。学校あんねんって、まだ。先生と、そう。うん、先生と、もう、前の生徒はもう。そうやかな。もう。うん。新しく。生徒はまあ卒業させられて、先生はもう首切られたっちゅうおっちゃん。うん。運よく、あの、佐野副担任は、ポップアップの方の、ポップアップの方に、あの、あれ、赴任できたからええけどもやな。でも、当時の生徒の浜口さん、山本さんは進級できないでしょ。さすがに。まあなあ、うん。あいつずっとあの、セットの裏でスタンバイしとんのちゃう。開くことのない。ずっとなんか探しとんちゃう。浜口。これ、いつか開くやろ。俺の出番あるやろ。これ、ダーン降りて、ゲラゲラ笑いながら出る瞬間あるやろと思って。もっと言うと、この先可能性あるかもな。えっていう。お浜口だけ出んのか浜口ええなってなってまうやん。いやこれあると思うね、浜口は絶対断らへんと思う。レジェンド、レジェンドやから。そっか、笑って入ってくるの見えてく、見えるよね。マジか。ラジオネームボタンリセット。めちゃイケの抜き打ちテストに田中さんが出演したことありませんやろ。ありません、ありませんって。あ、なかったか。岡村さんも間違えました。スタッフにも誰にも間違いはあります。ここは生徒として出演してトップになるしかないんじゃないですか。なるほど、ね。
いやもうトップはほらもう、トップはトップで追って、トップワークがね。そうやん、トップワークが賢い子がいて、うんうん、真ん中ぐらいの人がいて、ヤンキーみたいな人がいて、ちょっとまあ、あの、おバカさんがいて、みたいな、それぞれ。そういうシステムやからな。キャラ付けがね、ちゃんと、うん、ちゃんとありました。もういじることだけに、あの、あれやから、命かけてたから。うん、まあそうですね。そうなのよ。うん、ちょっと、気に、見守っていきましょう、これも。ちょっとそうですね。見守っていきましょう。見守っていきましょうっていうの。いや、難しいです、これね。もう俺らも難しいのよ。うん。俺らの学校じゃないから。コーラをガブ飲みするラクダ。2点。ナイティナインのオールナイトニッポン。ナイナイタイムライン。さあ、はい、まずは品川区ペンネームトラキッチン、現在4人で活動している純烈ですが、今年いっぱいで最年長の小田井良平さんが脱退することが決まっています。それを受けてリーダーの酒井和義さんが新メンバーを探していることを明らかにしました。30代から50代の長身が条件で、オーディションなどはせず酒井さん自身が出会った人の中から酒井フィルターで選び、夏までに結論を出すとのことでした。ここで去年アーティストデビューを果たした矢部さんの出番なのではないでしょうか。あー、でもちょっと違うよな。ちょっと違うと思うわ。そういうなんちゅうの、あの温泉とか、うん、そういうとことちょっとちゃうな。あ、そうと思う。純烈のメンバーのカラーではないわ。ちょっとあの軽いダンスもあるよね。ある。ちょっと昭和っぽい、そうそう歌謡曲っぽいね。うん、そうそう、あるよ。うん、ちょっと違うかな。まあそう。でも純烈の人もあれやわ、釣りビジョンで釣りチャンネル持ってはるわ。ああ、そうやんな。うん。釣りやってて、メンバーの人が誰も釣りに興味ないから、釣りの良さをずっと説明すんねんけど、うん、もう全然もう、何それみたいな。すっごいテンション低い。一人で釣って、一人でロケ行って、一人でさばいて食べて、その部位を他のメンバーが見てるっていう釣りチャンネルあるわ。純烈フィッシングかな。なんかいいやつ。好きで見てんね。うまいことさばきはんね。そうなん、釣りもうまいね。まあそうやってな、こうメンバーってそうなっていくねんな。そうやな。新しくなんかね、うん、オーディションでっていうのはやっぱあんねんな。うん。うん、すごいね、でも リーダーのもう独断と偏見で決めるっていう。うん。リーダーの人暴れ八着でしょ、何代目かの。そうそう。八着やね。そう、八着。そう、暴れ八着。懐かしいな、みんな調べてくださいね。はい。わからない方は。続いて、これは、長江武史。4月30日2022大阪高校春季サッカー大会の3回戦でお二人の母校茨城西高校と堺の成金さんの母校堺上高校の対戦が実現しました。おい、ほんまかいな。すごいね。矢部さんの代からだと雪辱戦ということになりますが、結果は1対1、うん、お PK 戦により堺上高校の勝利となり、残念ながら矢部さんの雪辱を晴らすということにはならなかったようです。そう。大阪府の大会となると参加校が相当多いですので、なかなか対戦する機会もないだろうなと思います。そやな。これすごい奇跡やわ。ほんまやな。うん。俺らの時代で228校あったから、それで当たるって、まあ、絶対勝ってほしかったけどな、その成金の学校には。成金の学校じゃないけど、その成金っていうやつがおったっていうのが。これもだから、確定じゃないのよね、この堺の成金。そう、お前ほんまか？そのなんか成金、成金がほんまにその学校のサッカー部やったかどうかも、それまだ裏取れてないからな。そうやんな。うん。これちゃうかったら偉い問題やからな。そう、でもその、ある瞬間の状況で俺はちょっと、信じてしまってんな。ああ、ほんまに対戦してるわって。
だからこうポジションとか分からへんもんな、坂上成金分かれへんよ、そんな詳しいこと分からへんもんな、一人歩きしてしまってるもんね俺なんかそのやっぱ背小ちゃいから覚えてるっていう人はいるけど、うん、坂上の成金も覚えてるっていうラインは来てたよね、メールは。でも俺の代じゃないでしょ。そう、俺を、俺を、うん、そうなのよ。そうそう、それでちょっと俺は信憑性あるなと思ってしまってんけど、うん、まあ定かじゃないよね、うん、それ何の大会って、大阪、大阪高校春季サッカー大会、春の大会、ああ、インターハイみたいな、インターハイ予選みたいなことか、や春やから、春新人生の後やろ。そう、あ、そうやな、新人戦のことかな、新人戦かな、春季、うん、インターハイ予選って言うもんね。そう、インターハイ予選と選手権予選と新人戦っていうのがあったから、もしかしたら新人戦のことかもしれへんな。ちょっとまあ、またこれちょっとなんか送ってきて、もっと坂井成金なんか、パッタリとお前ですよみたいな、ぷっつりと成金から何もメールも何もあの時だけ一瞬盛り上がってんの、もう寝とんねん、あれもうあの時だけなんか読まれたわ、やったーみたいなことで、いや確かに確かに寝とんねん、ほんま聞いてたらもうすぐ送ってくるはずやん、やりましたわ、なるきんですけど言って。でもさ、もし来るはずや、もしほんまやったら50歳やで、なるきんもこの時間きついよ普通に働いてたら缶コーヒー飲んで起きてるやろヘビーリスナーになってくれてんのやったらもうこれ寝とるわ。ちょっとまだなんか教えてください。平塚市ラジオネーム、オペロン原田和人。1986年開催のサッカーワールドカップメキシコ大会でマラドーナ選手が神の手ゴールを決めた際に着ていたユニフォームがオークションにかけられ、日本円で11億円以上で落札され、スポーツ関連の出品としては史上最高額になりました。すごいね。もしこのマラドーナのユニフォームを岡村さん、矢部さんが持っていたらオークションに出品しますか？これはすごいね。11億円以上よ。出品はせえへんな。置いとくな、ずっと。やっぱそれはもう価値あるもんやから。そうそう。永遠に価値出続けるわけやから。そうよ。なあ。ずっと。でもやっぱそうやな。あの時俺やっぱプーマのスパイク履いたもんな。うん、でマラドーナの靴紐の結び方な、うんうん、シューズの結び方独特のやつあってん、裏回す、ああ一周回せる、ね、そうそうそう、あんな止め方もしてたもんな、うん、すごいね。それ誰が持ってたんやろ、誰が持っててな、ほんまかな全部疑ってばっかりやけどでも近しい人になるやろな、まず最初に手に入れた人は。やっぱり。うん。そんなんでも、その時、ほんまにその時の神の手ゴールの時に来てたやつなんやろか、ほんまに。とかな。やで。うん。すごいよね。ハンドやからね、あれ。そうやで、おもこれハンドで、あってこう何回も見てみます、ドサクサに紛れた、もう苦し紛れボンっていうその後めっちゃ喜ぶからな、うん、マラドーナ。ただレフリーがゴールといえばゴールなんです。まあそうやねんな。でこれマラドーじゃなければわからないですよ、うん、神の手ゴールとまず言われてないですし、うん、ハンドという反則を取られてたかもしれないですし。確かにね。だもうサッカー以上のものがやっぱりね、マラドーナ持ってたなと思いますよね。うん、まあそこで、手でゴールしてしまうって、うん、俺らの代の首藤っていうやつと一緒やからな。もう、やめた人？やめた途中で。首藤っていうやつがおって、うん、もうヘディングとかも俺よりも下手くそやで、ヘディングとかバーって、やろう思ったらもうすっばーっと取ってしまうよね。あかんあかんあかんって言って。ヘディングやでって言って、うん、言って、もう何回やってもこう、ジャンプして、頭ででけんからバーって空中で取ってまうよね。初めて出てきた名前ちゃうかな、首藤。一年の夏前で辞めた、すぐハンドしてしまう首藤っていうやつがおって。それは首藤の
ハンドやもんな。首都のハンド。首都のただのハンドやから。あの、ゴールも何もしてない。ただ練習で、練習でボールコントロールのヘディングでキャッチしてまうっていう。うん。うん。わかる？こう、だから、ジャンプしてこうやってやるやんか。うん、叩くやんか。それを、ジャンプのタイミング合わへんか。カッとこう、空中でバーンと取ってまう。あ、ごめんごめん。って言って。ハンドボールや。そうそうそう。その首都は俺のことをダンサーって呼んでさ。あ、ダンサーごめんごめん。もう一回。すごいよマラドーナ。首都もすごいよ。10球中5球ぐらいはキャッチしよるから。やめてよかったねサッカー、うん、夏まで持ってきてた。落合博満、高校時代一番思い出に残っている映画はローマの休日。9点ナイティナイのオールナイトニッポン。さあ、じゃあ酒井の成金のねメールくれた、はい、長江武史に新グッズ、はい、プレゼントします。な、成金全然けえへんやろ。けえへん。あの一時だけ盛り上がりよった、ね、寝てんな、あいつな。そうかな、あいつほんま。メールです。ラジオネームショートブレッド。すごく純烈が似合いそうな芸能人なんですが、原田龍二さんとか、うん、河合賀門さんとかおが条件に合うし、純烈っぽい顔に見えます。まあ、うん、まあ、原田龍二さんわかるな。うん。うん、すごくわかる。難しいよね。後から入ってくるってなかなか難しいよね。まあ、そうやな。そうなのよ。実は。イメージあるからな。そう。うん、そこにこう、パッと入るっていうのは難しいと思うよ。うん。後からは。そうね。うん。ラジオネームフルフル。純烈というグループ名には純粋でありかつ強く正しく節操や分別があるという意味合いが込められています。50にしてポテトチップスにはまり始めた純粋な矢部さんは純烈にぴったりだと思います。ラジオが終わったらすぐ筆を取って応募しましょう。あー、そうか。でも芸能人でもええねや、別にいいんじゃない。あの、応募しても全然ええ。応募しても、うん、おでもやっぱり初めて見る人の方がドキドキするんじゃない。まあやっぱりな、うん、ちょっとやっぱ色気とかもあらんとあかんと思うしな、うん、それなりの。そうやな、うん、と思うで。やっぱりそう思うわ。うん、なんかイメージあるもんな、芸能人やったら。一応その前にね。そうそうそう、なんかついてもてるから、うん、それ自体は、うん。ラジオネームヒーヒーフー。ウルトラマンといえば胸についてるカラータイマーが有名ですが、あのカラータイマー取り外しが可能だということを知っていますか。カラータイマーを体から取り外すとエネルギーが外部に流出し、ウルトラマンの体は急激にしぼんでペラペラになってしまいます。実際にウルトラマン太郎では怪獣にカラータイマーを取られてしまい、絶体絶命になるウルトラマンの姿が描かれています。もしかしたらですが、明日公開の新ウルトラマンでもこんなシーンがあるかもしれません。へえ。ないねん、あの予告編見たら、うん、もうカラータイマーが、カラータイマーがないねん新ウルトラマンに。でもペラペラじゃない。ペラペラじゃない。あら、なんなら強いぐらいのシーンあったら、なんか地面にドカーンってなんか割っていくみたいな。はあ、どうなんて、ちょっと変わっていってんのかな。アップデートされてる。そんなでも取れんねやったら、要はあんな動いてる時にポロッと取れてまうことあるで。もうちょっとちゃんとつけとかな、つけとかなっていうか、そんな怪獣に取られるぐらいの弱さでくっついてるとするならば、もっとしっかりつけとかんと。そうやな、戦ってる最中にポロッと取れてまうこともあるんちゃう、うん、ペラペラになってまうねんで。でもこの一回だけなんかな、ペラペラになったウルトラマンは。しぼむねんで。しぼむねんで。カラータイマー取れた。だから一回見たやん、めちゃくちゃ小さなる。ああ、言ってたな。ウルトラマン、あれ、何やったっけ？セブン。セブン。セブンか、体の中入っていく。あ、ちょうど今まさにやわ。え、江戸川区ラジオネームウルウル。先ほどのメールでウルトラマンセブンとおっしゃっていましたが、
岡村さんも今言ってました、うん、ウルトラマンセブンとおっしゃっていましたが、ウルトラセブン、そうなんです、ウルトラセブン、正しくはウルトラセブンです。巡り巡って三浦さんは全て間違えています。できてるの来てんのよ。そうか、ウルトラマンはウルトラマンやからな、ウルトラセブン、ウルトラセブン、ウルトラセブンって言ってるやんな歌で。そう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 、ウルトラセブンや、ね、ああ、でもウルトラマンセブンって言ってしまってるな。そうや、ウルトラマン、ウルトラセブン、そう、ウルトラマン太郎、ウルトラマン太郎、ウルトラ太郎、違う、キャベツ太郎、キャベツ太郎、それ知ってるよ。おいしい、おいしいお菓子、もろこし太郎、二郎。違うだけ、もろこしなんかもあったよな。もろ、ナス太郎、ナス太郎。あ、ナス太郎はあったな。ナス太郎、はい、もろこし村。キャベツ太郎。キャベツ太郎言うたやつ。たこ焼きくん。たこ焼きくん。たこ焼き、たこ焼きくん。たこ焼きくん。なんで急に大きくん。たこ焼きくんだけ。ごめんごめん。福岡県ラジオネーム、ニムニム。岡村さん、そんなに怒らないでくださいと。え、さっきの話、田中さんは悪くありません。それ言うてるやん、だから。全然言うてるやん。田中君何にも悪ないよって。お願いです。三浦さんのシュワッチで怒りを鎮めてくださいませんか。そう、楽しそうにやってたからな。やってましたね。楽しそうにやってた。シュワッチって。うん。お、いいですね。今、リスナーにも聞こえたんですか、シュワッチ。あ、聞こえてない。我々の耳だけね、サービスでね、シュワッチ来てくれました。今日なんか乗ってるんで、ちょっともう、ちょっと、ブース来ますか。シュワッチだけちょっと一遍。一発だけ。一発だけ。それだけでいいです。今日我々が聞いた、はい、あの、シュワッチ。渾身のやつですよ。渾身のやつお願いしますね。はい、渾身のやつ。ちょっとね、まあ、じゃあ行きますよ。はい。じゃあシュワッチの方、お願いいたします。シュワッチありがとうございました。素晴らしい。うわ、今までで一番いいシュワッチや。いいシュワッチ出ましたね。これは、嬉しい。え、三浦氏何、そ、本番のチャンネル持ってんの裏方さんやのに。これは、すごかったね。うん、今のもう一度ね、ちょっと、あの、いいですか、聞かせてもらって。あんな綺麗なシュワッチ。なんやなんや、さっきとまたちゃいますよね。我々前室で聞いてたシュワッチと全然違う。違う。綺麗なシュワッチやったわ。何それ。別にそんなにウルトラマン見てこなかった方なんじゃないかなと思いましたけど、すごい上手です、はい。じゃあシュワッチもう一度お願いします。シュワッチ！うわ！すげえ。ありがとうございました。すげえ。みんな、こんなに力入ったシュワッチ。はい、でも、うん、な、あ、今のシュワッチは、ほんまは帰っていくときのシュワッチなんですけど、はい、三浦さんはちゃんとおでこに、あの、ビーム出すように、シュワッチってやってくれてるんですよ。セブンのね。セブンの。ウルトラセブンのやつ、やってんね。これはすごいなぁ。うわ、俺、ちょっとウルトラマンに見えたよ。うん。本物の。ほんま。うん。水色の T シャツが赤に見えたし。ぶら下げてる入校証がカラータイマーにも見えたし。見えた、見えた。ウルトラマンやわ。ウルトラマンや。もう俺らのウルトラマンや。もはやな。うん。三浦さんってウルトラマンなんですか？これ皆さんごめんなさいね。今、三浦さんは次行きましょうかって、ね。指示してるんですけど、我々が、ね、すごい無視してるんですよ。我々が無視して。無視してウルトラマンとして対応してるんですよ。ウルトラマンですよ。ね、ウルトラマンって見てたんですか、結構。全く見てこなかった。すごいな。じゃあもう、早くその新ウルトラマン見て、新しいウルトラマンを、こう、吸収して、やってほしいですね、うん。すごいね。逆に見てこなかったけど、あんだけ渾身のシュワッチできるのすごいよね。すごい。うん。すごい。あられちゃんの方かもわからへんしな。あられちゃんがやるようなシュワッチかもわからへんけど。あられちゃん知ってます？なんかシュワッチみたいなの言いますよね。なんかあったな。まあ、代表的な。キーンって。キーン。うんちゃ、ね、うんちゃですけど、ね。ちょっとやってみます、キーンっていうの。うんちゃだよ。だって、ウルトラマンも知らんのに、走るときキーンって言うんですよ。そう、あられちゃん、かわいく。
ちょっと手広げて手広げてキーンって走ってくるんですよ。ちょっとじゃあ、はい、ね、あの三浦さんの、はい、あられちゃん、お願いいたします、はい、キーン。ごめんなさい、ダメだ。ありがとうございました。ありがとうございました。ダメだったようでね、どうも、うんうん、皆さんごめんなさい、ダメだ、シュワッチもダメですよ。いや、なんかキーンだけ、シュワッチはイケてたみたいな、今自己評価しましたけど、シュワッチもキーンもダメですよ。ちょっと、ね、笑っちゃいましたもんね、笑っちゃって手広げてる自分でちょっともう笑ってしまいましたですよね。それちょっと楽しくなってしまいました。すいませんね、ほんとね、ごめんなさい、ええ、はい、またなんかね、そうですね、三浦さんにこれやってほしいっていうのありましたら、はい、リクエストまたお待ちしておりますけど、はい、コーナー行きましょうか、はい、悪い人の夢。さあ、まずはですね、宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました、はい、夢見ました。時の流れを感じている人を見ました。知らんうちに子供めっちゃ大きなってるやん。もう5歳ってマジかやな。っていうか、めちゃめちゃ喋れるようになってるしやな。おむつ替えたった時のことがつい昨日のように思えるで。アバター審査公開するんや。っていうか、前のアバターって13年前ってマジ？字幕まで 3D で飛び出してたのがつい昨日のように思えるで。岡村とうっちゃんのコント共演しとるやん。っていうか、前の共演が30年前ってマジかいな。二人とも20代やったのに気づいたらもうジジイやもんな。トークする終わったのがつい昨日のように思えるで。アバターもやんねん、新しいやつ。13年前、アバター。見に行ったわ。大吉くんと二人で見に行ったやん。アバター。大吉くんの感想は、はい、アバター見ました。何やろ、それ。っていう。だから、なんか別に響かへんかったよな。あんまりみんなが。みんながアバター、アバターってあの時すごかったから、うん、3D や言うしやな。うん、で、こうなんか、そういうメガネかけて見るからやね。うん、見て、うん。見たよ。でも一番飛び出してたのがほんまに字幕やって。あんま飛び出してけへんかって。アバターの人たちは。うん、うわ、ここにあるやんけんって。字幕が。えらい近いところで字幕見てんな、みたいな。思ってるような 3D ではなかった。なかったよな。だからね。新グッズ差し上げておきましょう、続きまして鹿児島県のズーからいただきました、今言いました。あの人がまたキム兄に怒られていました、キムさんおはようございます。藤原藤本です、よろしくお願いします。お、その服どこで買うたんや。これですか、 H&M ですけど。お前略して言うなよ、お前。ヘネス&マウリッツって正しい言い方あるやろ。お前実はアンドも略語やって知ってるか、お前。アンドはアンパサンドが正しい言い方やねんけどもな。お前、東大生が出てるクイズ番組出てるんやろ。ガヤ飛ばそんと、お前それぐらい知っとけや、恥ずかしい。うわぁ、すげぇ。H&M も言った。初めて聞いた。そうよ。もう一回言え言われた、言われへんわ。ヘネス&マウリッツが H&M やねんって。人名かな、作った人かな。でブランドモンテな、結構多いもんね。そう、時々だから、あの木村さんが、あれ岡村それどこの服って言ってパッてこう見たりしちゃうんねんか。へえ。そう、その時に俺もブランドとかあんまり分からないからドキッとして、ちょっと分かんないっすって、うん、でこうあのタグとか見せたりするんねんけど、うん、その仕草もそれでええのかと思ってまうのよね。なんか先輩に対してさ、なるほど、首のとこをグワッと持ってて、ここに書いてありますみたいな。脱いで見せなあかんぐらいの。ちょっと緊張すんねん。少々お待ちください。ちょっとわからない。どこですかね、スタイリストさんにちょっと聞いてみますわ。記事がええなとか。ちょっとそういう時、ポッて言わはる時あるから。まあ確かにそうね。そう、伝え方とか間違えたりしたらあかんでしょ。ああ、そう。結構こう、所作は気をつけな。そう。あかん気はするよね。そうなの、うん。新グッズ差し上げておきましょう。続きましては、荒川区の佐野ののたからいただきました。今見ました。西川貴教さんが雑誌のインタビュー記者に突っ込んでいました。
え、いや、ライブ前は緊張で胸が張りますかって、なんでパンプアップしとんねん。違うでしょ。それ言うなら胸が鳴るでしょ。胸は鳴りますよ。いや、胸を叩くドラミングなんてせえへんわ。誰がゴリラに惚れてんねん、お前。惚れてへんわ。確かに、これ、ゴリラは筋肉隆々やけども、ちょっといい加減にしてくださいよ。あ、筋トレですか？いや、僕は歌には影響出ないですね。確かにボクサーの方とか胸の筋肉をつけすぎるとパンチが出にくくなったりするとか言いますけど。いや、わし、パンチ力2トンもないがな、これ。ゴリラやないか、それ。いや、朝飯でバナナ食べるけど、ゴリラちゃうねん。もういい加減せえ。なんか来てほしいですね。全部突っ込んでくれるからね。はい。あんなミュージシャンいないよね。あの人確信犯ですよ。全部拾うミュージシャン。はい。最初にしっかり、オンエア乗らないとこで、しっかり、しんどいですわ。アホですわ。筋肉ばっかりつけて。で、放送乗らないとこでまずいわ。あ、ここ行ってくれっていうことなんやなっていうことですからね。本番前から準備を怠らない。さすがやなっていうふうに思いますけどね。新グッズ差し上げておきましょう。続きましては品川区のトラキッチンからいただきました。今見ました。あの映画がついに公開されていました。大気圏外より飛来中の飛翔体あり、巨人の行動には怪獣とは違う知性を感じる。あなたは人間なの？それとも芸人なの？脚本庵野秀明、監督北野武、主演ビートたけし、空想特撮映画新たけちゃんマン。なんかなかったっけ、ひょうきんで大きくなるたけちゃんマン。え、俺なんか記憶にあんねんけど。そんなんはあったんちゃう？いっぱい。あったと思う。あれ、基本大きくなってなかったっけ？あ、そうか。竹ちゃんマンって大きなるんやったっけ？あれ？なんか大きなって、下になんかビルとかいっぱいあって、そうそうそう、なんか光線で、これはこれはとか言って、なんか、どっかの事務所の社長の攻撃とかやってなかった。一応なんか二人も大きい。毎回じゃなかったんじゃない？毎回じゃないけど、時々、初期の頃かなんかは大きい設定やったような気すんな。そうそう、あったと思う。うん。大きい竹ちゃんマン記憶にあるわ。うん。あんね。初期の頃やろな、多分。うん。そこからだいぶ変わっていったと思うけど、最初は大きい設定やったような気しますね。うん。うん。あるかもよ。新竹ちゃんマン。すごいな。さっき新ブラックデビルやってほしいけど。うん、な、悪の方からやって。まあ、一緒に出れるからね、でも。そうやね。うん、敵やから。うん。竹ちゃんマンと。みたいな。うん。映画竹ちゃんマンみたいな。面白そうじゃない？映画竹ちゃんマン。竹さんが撮んねんで、ね。北の作品な、やったらすごいと思うで。そうやな。うん。特撮も使って、ヒーローもの。うん、いや、ちょっと楽しみやけどな。絶対、そう、絶対撮れるからね。そうよ。世界の北の。そう、そらそうよ。うん。だから、竹ちゃんマンが誰をやるか。竹ちゃんマンがほんまに竹さんやるかどうかは分からへんけど、うん、違う人でやって、っていうことは考えられるからね。うん、面白そうですよ、これ。ビト竹さん。いやいや、それやったら竹さんでええ。なんでビト竹さん使うの？似てるよね。いないなんて。ビトタケさん似てるよね。ヨーロッパの人も、おタケさんと思うんちゃう？いや、みんなザワザワするヨーロッパの人が。違うんじゃない？タケシって言って。違うってなるやん、それ。よう見たら。やっぱりちょっとちゃうねんって。それ一時期のタケさんやからな、また。まあまあね。ビトタケさんは。そうやね。うん。新物差し上げておきましょう。続きましては、岩手県のドンカマチョからいただきました。今見ました。ジャネットが独特な例えを使っていました。やめやめ。お前映画館で映画見てからすぐに原作の方がなんちゃらって聞いてもないのに人前で平気で喋り始めるタイプやろ。どういう意味かわかる？ガサツやってことや。やめやめ。お前ゲーセンのレーシングゲームで首かしげながらカーブするタイプやろ。どういう意味かわかるか？変な癖ついてるっちゅうこっちゃ。やめやめ、お前在庫なしの商品を表示してくるオークションサイトを運営してるタイプやろ。どういう意味かわかるか？いらんことすなっちゅうこっちゃ。
やめやめお前、外食時に食べる前に料理をカメラで撮影しといて結局後になっても見返せへんタイプやろ。どういう意味かわかるか。何にも考えてへんちこっちや。やめやめお前、わけのわからん YouTube の広告をスキップせずに最後まで見続けるタイプやろ。どういう意味かわかるか。しょうもないってことや。やっぱな、広告ついてるとか、広告ちゃんと見る人もいんねやろな、しっかりな。父さんとちゃんとスキップせんとな。見てると思う。やりはんねやろな。何もあげません。今日は以上でございます。ナイティナインのオールナイトニッポン。はい、神奈川県ラジオネームミーナ。実際にシュワッチを聞いてみてなのですが、あまり嬉しいものではないですね。どういうこと？三浦氏の三浦氏のシュワッチを聞いてみて感じたこと、なんかあんま嬉しくなかった。なんで俺らはわあすごいなと思ったけど。俺ら湧いたけどね。あかんねや。なんでやろね。ラジオネームテロテロ坊主。もともとウルトラマンのデザインにはカラータイマーありませんでした。カラータイマーと3分しか戦えない設定は、つぶらやプロの発案で追加されたもので、デザイナーの成田徹さんはカラータイマーを大変、嫌っていました。新ウルトラマンでは成田徹さんがデザインした本来のウルトラマンを描くことを目標にしたそうです。ちなみに目の覗き穴、背びれもありません。やねんて。新ウルトラマンは。目の覗き穴とか言わんといてほしいわ。ないから。でも、ないから。ないねんな。すごいね、そうなんや。後からつけた設定なんやな。でも後からつけたとするなら、どういう瞬間にさ、からタイマーがついたんやろな、とか思ってまうよな。で、それは最初からやったんかな。あ、でもそうか。もともパイロットどういう意味のもともとかやな、これが。そうやね。何をもともとなのか、うん。始まる前の話なのか。来た。やりに来たんですか。やります。やっていきます。あまり嬉しいものではありませんでしたって来てますけど。一発ちょっと入れていきます。入れなくていいです。ラジオネーム、よしちゃん。ウルトラセブンにはカラータイマーありません。あるのは額にあるビームランプで、エネルギーが残り少なくなると額のビームランプが点滅します。うんうんうん。セブンの場合ね。セブンは。そうそうそう。他みんなカラータイマーついてんのか、そしたら。全部ウルトラマン太郎とか。そうやな。全部。うん。ラジオネームハーム。先ほどウルトラマン太郎、キャベツ太郎の流れで出たモロコシのお菓子の名前ですが、うん、モロコシワタロウと言います。これ出えへんかったわ。出えへんかった。モロコシワタロウやったっけ。輪っかの輪やった。あー、モロコシワタロウ。ピリッとガーリックを効かせた。美味しかったよね、モロコシワタロウ。輪っか型のコーンスナック。はいはいはい、そうです、そうです。モロコシワタロウ出てきへんかったん。うん、ごめんごめん、もろこし渡ろう。美濃市、新豚汁師匠。え新豚汁。豚汁師匠やろそれ。ちゃうのか。新、そういうあれか。新しいやつか。矢部さんがおっしゃってるのは、竹ちゃんマンロボ。あ、うん、では、うん、金色帽子に7とペンで書いただけの竹ちゃんマンセブンというのもありましたが、見たときがっくりしたのを覚えています。あれそうやったっけ。そうか、竹ちゃんマンロボ。そうや、そうや。ああ、そういう回があったんか。ああ、そうやな。そうそう。でも大きくなったっていうのは覚えてた。ああ、竹ちゃんマンロボって言ってたんや。そうか。うん。
やってるのはやっててんなと思って、うん、だから演出の三宅さんが言ってたけど、なんかそのタケチャンマンの設定、宇宙から来た遠い星からやってきたって言って、うん、やってるけど、うん、宇宙の設定で、うん、そういうコントしたことは一回もないって言った。なんでかって、それやったらもう何でもできてまうから。宇宙の笑いはこんなんですみたいなことで何でもありになってまうから、宇宙笑いみたいなのは一回もやらなかったですって言ってたわ。うん、なるほど。そうなんですかって聞いてたけど、俺なんかのナイナイライブで思いっきり宇宙設定やったから。宇宙人が来たって言って。住み込みで宇宙人が働いてるっていう。あったね。ハッピーバースデートゥーユー言って。うん、ハッピーバースデートゥーユーでケーキバーンひっくり返したらめちゃくちゃウケんねんけど。うん、でも結局何でもありやん。宇宙では、まあ、確かにな。宇宙ではこういう、誕生日会なんです。宇宙人がな。そう。文化の違いでどんどんいけるから、作りやすい長くて作ったけど。うん。うん、それスパーって三宅さんに言われた。そうですねって俺言ってた。うん、ちょっとだけハイボールが苦く感じた。そうですよねって言いながら。まあ何でもできるわな。そうなんです。誰も知らんねんもん。完全に俺やってたなと思って。コーナー行きましょう。鎌倉殿の99人。はい、さあ。まずはですね、品川区のトラキッチンからいただきました。ゴルフ場でよく聞く言い訳4つ。最近全然練習行けてないからな。昨日飲みすぎたわ。ここのグリーン層相性悪いね。クラブ買い替えたらしっくりけえへんわ。これはもうゴルフやる人はねもうありますけど、あんな悲しいことないっすよ。朝早起きて一人でゴルフ場まで行って第一打、ビーン曲がってもうキャディさんにファー言われて、うん、帯ですか、帯ですね、もう一球って言われる朝一だ。それを勝手にルールでモーニングサービスっていうのにして、うん、朝の一発目は、サービスで曲がってしまってももう一回打てるっていう、うんうん、勝手にそういうルール作ってるんですけど、もうゼロっていうこと、失敗したら、うん、失敗したらで、うん、なしサービスもう一球打てますっていう、うん、そういう風にしてないともうなんか耐えられへんのよね、朝早行ってて。新グッズ差し上げておきましょう。続きましては、宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました。ジッタリンジンがプレゼントしていた気がするもの7個。ピンク色のメリケンサック、たこ焼き屋さんのタコの置物、知らない人がカバーしている CD、 卑猥な英文書いた T シャツ、家系ラーメンのクオカード、ドンキで売ってるボビーのお面、どこかのお祭りで配ってたうちわ。え、これ一つぐらいメリケンサックしかないんじゃん。いや、そうやして。メリケンサックやってきます。やってきます。一発入れてきます。シュワッチ入れなくていい。入れなくていい。メリケンサックあるはずやんけど。ああそう。ない。メリケンサックないな。うん、入ってない。メリケンサック入ってない。入ってない。ほんなちゃうわ。全然ほんなこれ何にも入ってない、ね、全部入ってないよ。そりゃそうやわな、入ってないやつ書いてきてんのもんな。うん、メリケンサック入ってると思った。違うんか。グレイス・ケリーの映画の件とかね。うん、ビビアン・リーのブロマイド、バディ・ホリーのドーナツ版。カウカウがよう歌ってたな、カラオケで。歌ったな。歌ってたわ。うん。下ネタ入れながら。歌ってたわ。すごい歌やな、これ。でも。うん、ずーっとな。もう、うん。いつの時代でもすごい歌やなと思う。一つずつ回していってな、全盛期の時に。うん。一小節だけ歌って。そう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 。で、大好きだったけどに当たった人がもうの飲まされたりとかね、うん、そんなようありましたよね、うん、いい時代でした。
新グッズ差し上げておきましょう。続きましては、杉並区ダラスマブスからいただきました、はい。10年後は当たり前になってそうな男の美容を6つ。フェイスパック、美容針、ヒアルロン酸注射、まつげ美容液、VIO 脱毛、玉金のシワツルツル。シワツルツルはジョージ・クルーニーがツルツルにしてんねん。なんでやろ。ジョージ・クルーニーやん。シワが嫌やから。なんか嫌やなと思ったら自分でこう見たんちゃう。ねこれって。なんでこんなシワくちゃやねん。嫌やわ、ツルッとさしたよ。もだ一緒なんかな。ジョージ・クルーニーからしたら顔のシワと。そうちゃう？そういうことかな。うん、若い時は、シワ寄ってなかったみたいなこと？そうちゃう、こんな。若い時も寄ってるんじゃない？シワは。シワ寄ってると思うで。大人になってから見てみたんちゃう？改めて。あの、小さい時に見たことなかったんちゃう？しっかりと。改めて見たら、裏っ側、ね、このシワくちゃって。ノーって言って。でも、シワあるから安心せえへん。安心せえへんというか、こういうもんって思わへん。どうかな。シワないと痛そう。ま、どういう意味やろ。ちょっと来てもらっていいですか。何言いにくい。ちょっとインタビューして。シワがないと痛そう。キーンって張ってるってことですか。キーンって。でもそういう時もありません。なんか伸びしろない時、なんかカーンってあのつるような感じのってなる時はないですか。キンキンの時、なんか皮がなくなるというか。状態によって違うんかな。なんかそんな時あるけどな。うん。あとはもうドレーンってしてる時ももちろんあるけど。子供のもあるけどな、足は。やっぱあるで。やっぱ伸びる。あるもんやねんって。うん。伸びるからやろな、そこは。うん、そんなことね、議論してもしょうがない。いや、すごいよ、ね。ジョージクルーには嫌やったから、ツルッとさせたっていう。ツルッと。できんことがないって。そうやな。そう。できんねんな。新グッズ差し上げておきます。お聞きの皆さん、こんばんは。カエル亭の中野です。岩倉です。オールナイトニッポンではこの時間に企業とコラボ企画を実施するコラボレートニッポンを放送中。今月は僕たちカエル亭が担当します。コラボパートナーはミニプロ。ミニプロは身につくプログラミングのことで、プログラミングに必要なスキルを学習できるサービスです。そのミニプロからの依頼は、プログラマー適性検査のサービスをいろんな人に知ってほしいということで、それを受けて今週からお送りしているのがこちら、即興適性検査。ミニプロのプログラマー適性検査のように、様々な適性検査を募集し、カエル亭に何の適性があるかを見つけていこうというコーナーです。日常にあふれる適性検査の問題と、プログラマー適性検査における最高ランクコースターの答えを送ってもらっております。それでは早速メールお願いします。ラジオネームミートステーキさん。はい。グループ LINE の適性検査。 LINE ね、うん、今時連絡事項が来ていて、はい、それぞれ了解ですと返信しています。あなたは何と返信しますか。全員が了解です。了解です。了解です。そうね、了解ですでびっくりマーク他の人より多めにつけるとか。正解。正解。あ、でもね、細かく言うと、あ、もうちょっと掘り下げれる。いや、中野さんの方がいいのかな、逆に言ったら。最高ランクコースターの答えは、了解ですにつけるびっくりマークの数で個性を出して、ちゃんと聞いていますよ感を出す。あ、だから正解。めっちゃすごい。ドコースター出たの俺。すげえ。と岩倉だったらどうする、うん、了解です了解ですって来てたら、うわー。あ、そう。だからさ、これマネージャーさんとの3人のラインあるじゃん。はい、で、私は、やっぱり、敵対してるのが中野さんだから、その、マネージャーさんから連絡来て、ね、来て中野さんが、了解です、それ、やるのよね、これ。了解です、びっくり。この、コースターの答えをよくやってるんですけど、私は、逆にそれをされると、丸で返しちゃうというか。
逆に中野さんが了解です、丸で返してた時は、私がびっくりつけて。あ、そうなの？そう。そういう風にしてるんだ。めっちゃ敵対してる。俺は岩倉が了解です、びっくりつけたら、うん、了解です、びっくりにする。伸ばし棒つけて。やってる。やっぱりな、戦って。やるやるなんか、なんかね、うん、やられてる。丸にはしな、下にやから、上に行って。了解ですーとか。やっぱ、思ってたんだな。即興適性検査、まだまだ募集中でございます。岩倉さん、受付メールアドレスはアルファベット小文字で、mpr@allnightnippon です。たくさんのメールお待ちしてます。それでは、また明日。帰り亭でした。If you try to grab some coffee, your mind's beginning to play tricks on you. Nippon Hoso, 99 no All Night Nippon. 99 30周年記念漫才。さあ、これまず最初はですね、新潟県の犬大丈夫からいただきました。どうも、ナインティナインです。いやー、ナインティナインのオールナイトニッポンにね、3週連続でスペシャルなゲストが来てくれましたね。いや、豪華でしたね。1週目に来てくれたのが断捨離。銀シャリだよ。いらないものを処分したりしてないですから。白米が一番進むのは何か、ご飯のお供について話しました。お供って誰だよ。ご飯のお供ね。2週目もすごかったですね。ゲストに来てくれたのがエグザイルの始圧。アツシだよ。始圧ってマッサージじゃないんだから。実は僕らとの付き合いは古くてですね、最初の出会いはテレ東のオーディション番組元ヤンでした。朝ヤンだろ。昔ヤンキーだった人専門のオーディション番組じゃないから。それで先週来てくれたのが T.I.M. レボリューションさん。T.I.M. レボリューションだろ。T.I.M. レボリューションってなんかゴルゴさんとか混ざっちゃってるから。西川さんと我々とリスナーに筋満腹の素晴らしさを語ってくれましたね。筋肉だろ。なんで筋満腹の素晴らしさを語るんだよ。そんな僕たちの番組キャインの天野博之のメガウマラジオバーガー、これからもぜひ聞いてください。ナインティナインのオールナイトニッポンね、全然違うわ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。なんかノリオヨシオさんの漫才にも似てんな。まあまあそうやな。ナイツっぽいけど、うん、よくよくこう活字で見ると、うん、なエグザイルの始圧、圧者っていうノリオシさんのパターンも。あるな。ずっと前向いて淡々とね。そうそうそう。ボケていく感じが。うん。森吉さんだったな。やる人がやると変わんねやな。新グッズ、差し上げておきましょう。続きましては、品川区のトラキッチンからいただきました。どうも、ナインティナインです。ああ、ありがとうございます。ね、今ね、ギリシャヨーグルトいただきましたけども、こんなん何本あってもいいですからね。なんかね、三浦ディレクターが最近来たゲストの名前忘れてしもうたらしいね。最近来たゲストの名前を忘れた。どないなってんのよ。ほな、一緒に考えてあげるから、最近来たゲストの特徴を教えてくれる？三浦 D が言うには、ほとんど筋肉の話しかしなかったらしいね。ほな、TM レボリューションやないか。すぐ分かったやんか。自分で振り聞かせて筋肉の話に持っていって、自分で突っ込んでたからね。俺もそう思ってんけどな。三浦 D が言うには、子供が3人おるらしいね。ほな、TM レボリューションとちゃうか。犬は2匹飼ってるって言ってたけど、子供の話はしてなかったからな。子供が3人って違う西川さんと間違えてない？あと、三浦 D が言うには、一時期めっちゃ長い名前で活動してたらしいね。ほな、TM レボリューションやないか。1999年に G ・エンド・オブ・ジェネシス TMR ・エボリューション・ターボタイプ D って名前で活躍してたからね。三浦 D が言うにはな、昔国会議員やってたらしいね。ほな、 TM ・レボリューションとちゃうやないか。先から西川清志郎の話がちょいちょい入ってきてんのよ。清志郎ゲストに来てないからね。三浦 D が言うにはな、滋賀県の県知事狙ってるらしいね。ほな、 TM レボリューションやないか。テレビに出たら筋肉か滋賀の話しかしないし、もう滋賀にウィーバーにも滋賀県言うてるからね。でもな、三浦 D が言うには TM レボリューションではないらしいね。ほな、 TM レボリューションとちゃうやないか。僕が滋賀にウィーバーの話してる時どう思ってたん？どないなってんのよ。レギュラーの西川くんちゃうかって。絶対ちゃうわ。もうええわ。どうもありがとうございました。よっぽどみんな西川くん。ほんだらほんまに、もう筋肉の話一本で行ったからな。来てくれへんかな。
歌謡祭もしあったらみんなで筋肉体操。いやそれでは西川さんからな持ち出したからね歌謡祭の話は。でもなんか歌歌わせてくれって言うから、それは難しいな筋肉見せてほしいんだね。そう筋肉やね。そう西川さんは僕らはね、うんうん、来てほしいな、まあ、うん、ちょっといろいろねまだ時間あるからちょっとね交渉していきましょうよ、うん、これから、うん、新靴差し上げておきましょう。続きまして兵庫県のゴリラババアからいただきました、うん、最近暑いですね。半袖でもいい季節ですね。暑くなってくるとね僕歌いたくなる歌があるんですよ。誰の歌よ。それはね TM レボリューション。いや TM レボリューションや。発音が TM ネットワークと混ざっとんねん西川さん朝倉さんが TM ネットワークが入ったみたいになってるから。まあ朝倉大輔さんは TM ネットワークのサポートメンバーしてたみたいやけど今はそこのアクセスいらんから1990年代万歳言うてる場合か。さっきから何を言うとるんや。いやいや TM レボリューションの何を歌いたいんや言うとんねん。ハイプレッシャー。ああもう名曲ですよ。皆さんも風が吹く MV のイメージありますよね。歌ってか。歌って歌って。体を熱にして過激にさあ行こう。熱を制する者だけが恋を制する。もう覚悟を決めちゃって。いや熱ってなんやねん。夏や。ハイプレッシャーに負けてるやないか。夏を制するや、圧を制するやと、なんかソフトバンクの松田選手を抑えたみたいになってるから、圧をって、奥さん女子アナやから親近感湧くな、ちゃうねん。ほんでそうなると恋を制するも広島カープのに勝つみたいになってまうから、恋を制する言うて、チームどころかリーグごと変わってきてんねん。交流戦かな言うてる場合か。いや、さっきからそんな高圧的に来んなや。いや、そんなん言わんでええねん。もうええわ。これ橋本がこれ言うてる間うなぎどうしてんのやったっけな。いつも結構ニタニタしてんのよね。ニタニタ笑いながら見てんの橋本の方を。こいつよー喋んなーっていう感じで。そうか。それであれや橋本もなんかニヤニヤ笑けてくる時あんねん自分で喋ってて。そうやな。なるほどな。そのパターンかどうしてんだろうな。こんだけの言うてる間うなぎ何してるかなと思って橋本のセリフがどんどん長なってってんな楽しなっていくのやろな、うん、作ってるうちに。そうやな。新グッズ差し上げておきましょう。今日は以上です。ナイティナインのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中。ナイティナインのオールナイトニッポン。ナイナイ共通テスト。さあこのコーナー全国の受験生を応援するお部屋探しのエイブルの応援を受けまして展開しております。共通テストよりもある意味難しいと言われている試験、ナイナイ共通テストに出そうなアホな問題とその答えを送ってくださいというコーナーでございます。はい、まずはですね福岡県のバナザードアップショーからいただきました。問題。豚汁をフランス語の挨拶っぽくすると。トンジュール。そっか、豚汁と豚汁って、そう、俺豚汁言うてまうねんな。豚汁って言うたもんね。正しいとかないんかな。どっちも別に。どっちもええのか。ああ、そういうこと。関西が豚汁。そう、豚って言うてたもんね。豚汁。豚汁言うてたわ、俺は。お守り、差し上げておきましょう。続きましては、静岡県のヤシの木からいただきました。問題。おのののかの脳を取ると。おか。そんなにいっぱいあったやな、脳。おのののかの脳。おのののか。おか。脳を取ったらね。うん。その通りなんですけど。お守り差し上げておきましょう。続きましては、千葉県カズヒラミラーからいただきました。問題。中田秀俊という名前を見た時の第一印象は。
響きに無駄がない。中田英寿。そんなこと思ったんや。中田英寿。名前を見たとき、名前聞いたときちゃうんじゃ。中田英寿。名前に無駄がない。どういうことやろ。じゃ響きにやね。中田英寿。中田英寿。もう無駄がないね。中田英寿。そしてみんなに秀って言われて、何にも、なんていうの、確かに無駄がないような気せえ。中田英寿。矢部浩之。なんかガチャガチャしてるやん。わかる。わ、ちょ、わか、そこの感覚わからへんわ。岡村隆史、ぐにゃっとしてるやん。中田英寿。なんか、まっすぐやろ。矢部浩之。なんかぐちゃぐちゃってなって。岡村隆史、こうぐにゃってなってるやん。中田英寿。いや、わかる。何回言われてもわかる。もっともっと例えちょうだい。だから聞いて、矢部浩之。なんか、最後の方がぐちゃぐちゃってなる。ま、後半から。矢部浩之。ちっちゃ、矢部浩之。柔らかいっていうのはわかる。柔らかい。中田英寿より柔らかいっていうのはわかる。矢部浩之。なんか、ぐちゅぐちゅってなる、最後。何やねん、ぐちゅ。岡村隆史。途中からうにゃってなる。岡村隆史。わかる、うん、中田英寿。スッてこう、なんていうのかな。まっすぐというか。だからそういうことやと思うね。無駄がないっていうのは。中田英寿。矢部浩之。なんか、多いやん。何がなんか、矢部。せっかく矢部って短いのに。そっから、ひろゆきって。せっかく矢部は無駄がないのに。無駄がないのに、ひろゆき。矢部ひろゆき。ぐにゃぐにゃってなってくる。俺なんかもう、鼻から長いから、岡村、たかし、シュッとこう、スーッとなんか、はぁってなるやん。岡村たかし。じゃ、岡村隆史。言い方やん、わかる。矢部浩之。中田英寿。な。わかるやろ。三浦和義。三浦和義。ちょっとだけ、お尻。ちょっと、惜しいね。お尻ちょっと下がんね。中田英寿。中田はじゃあ素晴らしいねや。中田は無駄がないねや。無駄ないと思うよ、中田は。中田浩二。中田浩二。工事。わかる？なんだこのラジオやかわからへんけど、最後なんか、シュって指。だからそう、だからその言葉の響きやん。だから、中田英寿。中田英寿、うん。な。わかった？桜井和俊。桜井和俊。ミスターチルド。桜井和俊。多いね。ええ名前よ。すごくいい名前で。桜和俊やったら？桜和俊。誰や、それ。誰やそれ。誰やねん。多いって言うからさ。森田和義。森田和義。うん。無駄がない。森田和義。ああ、うん。森田和義アワー。中田英寿アワー。に一緒っていうこと。何アワーって。いや、笑っていいと思う、あったやん。笑っていいと思う。アワーは関係ないから。アワーを入れたらもうおかしいな。矢部浩之アワー。なんかもう むちゃくちゃやん、もう。何がむちゃくちゃなの？なんかむちゃくちゃになっていくやん。岡村隆史アワー。もうなんかもう、アワーワーやんか。わからへんわ。もうこれはわからん、理解できない。これでもラジオ聞いてる人らが一番理解してると思う。響きやから。ラジオ聞いてる人には伝わってると思う。今こう面と向かって喋ってたもう一個ちょうだい、もう一個ちょうだい。中田英寿。森田和義。うん。以外で。森田和義以外で。うん。中田英寿、森田和義。タモリ。ええー、短いけど、なんちゅうの、あの、響き。タモリ。タモリ。キングカーズ。キングカーズ。長いやろ。カズ。短い。今日は以上です。ね、モバイルバッテリー撮影。あ、切れたん？俺らに呆れたん？
今の言い方。何言うてんねん。何言うら、はい、ラジオを聞いてる人、ああって多分思ってくれてるか、アホやな、こいつら。もう完全に二つに、両極端に分かれてると思います。今日は以上です。はい。指番号100-8439日本放送ナイティナインのオールナイトニッポンナイナイ共通テストの係まで。メールは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com 件名には共通テストと書いてください。コーナーで読まれた方にはオリジナルノベルティグッズ、ステッカー、お守り、モバイルバッテリーのうち一つ差し上げます。最後の方ね、最後の方はモバイルバッテリー差し上げます。はい、曲です。リリアさんの新曲で、じゃあねまたね。やべっちカレンダー、さあ来ました。まずは川口氏イエロー軍曹からいただきました。今日は成城石井側から挨拶してくれたわ。成城石井側から挨拶。お店側から。お店側からですよね。うん。新グッズ差し上げておきましょう。続きまして、千葉県和平ミラーからいただきました。プラネタリウでも、レイバンかけとくね。暗だね、うん、見づらいと思いますけどね、せっかくのプラネタリウムがね。新グッズ差し上げておきましょう。続きまして岐阜県ともやっぴからいただきました。サイコロ投げたら6以上が出たことあんね。嘘つきですよね。すっげえ嘘つきなんじゃないですか。6以上で港区は出るね。新グッズ差し上げておきましょう。続きまして横浜市世界観はバラ色にからいただきました。青い稲妻が僕を責める炎、体焼き尽くす愚痴。しょうま愚痴ゲッチューやけど、グッグッチ。まあ、誰か言うてるやろ、どっかのパリピが言うてるやろ、そんなこと。そうやな。歌いながら。靴かなんかこう、あれ、あれし、グッチ。グッチ。T シャツかなんか、グッチ。うわー言うて。言うて、ドーンって。時間切れ。今日は以上でございます。時間切れ。ナインティナインのオールナイトニッポン。この番組ではあなたからの各コーナーへのお便りをお待ちしています。はがきは郵便番号 100-8439 日本放送ナインティナインのオールナイトニッポン、それぞれの係まで。たくさんはがき送ってください。メールは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com。 メールの場合は1通につき1ネタで、懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。メールもたくさん送ってください。なお、点取り占いのみ、はがきだけの受付となります。お願いします。良い子浜口、はい、尖っていた若手時代に、出川哲朗を共演 NG にしていた。そうなの。ナイティナインのオールナイトニッポン、こんなことすんねんな、良い子への。ナインティナインのオールナイトニッポン。この番組はワンカップ大関、栗本鉄工所、高須クリニック、出光興産、日本外資以上各社の協賛で、東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。テントリ採用者、横浜市ペンネーム世界観はバラ色、名古屋市ペンネーム小田智彦、品川区ペンネームトラキッチン、杉並区ペンネームダラスマブス、4名の方々におカードを差し上げます。はい。今夜放送されたこの番組はラジコのタイムフリー機能でもう一度聞き直せるほか、 Spotify のポッドキャストでもこの番組のアーカイブを無料でいつでも聞くことができます。 Spotify のアプリをダウンロードしてチェックしてみてください。
一部の放送局を除いてこの後3時からはマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、こちらもお楽しみください。はいはい、じゃあメールいきましょうか。あ、これいこうかな。ラジオネームメーターボックス、岡村さん、浜田雅俊さんはどうでしょうか。無駄がないんじゃないですか。浜田雅俊と、この子分かってんねや、うん、メーターボックスは。そう、浜田雅俊、浜田雅俊、松本人志、おお、二人とも、うん、ラジオネームコナンドリル、中田敦彦はどうですか。あー、惜しいな、中田敦彦、うん、ちょっとぐちゃってなるね同じ中田やねんけど。そうやな、そう、中田秀俊、うん、中田敦彦、ちょっと違うでしょ響きがやっぱり。じゃあ名前のケツは死がいいねや。死、そうとも限れんけどねそうなのそうとも限れんけどね。ラジオにもイーロン・ラスク、中田秀俊で時間を無駄にする人間に先生が務まるんでしょうか岡村さんのライバル、これなんていうのやろ、田中た、タクシー、田中タクシー、あ、田中タクシー、田中タクシー、お、田中タクシー、無駄がない、中田秀俊田中タクシー、田中タクシー、タクシーじゃない、タクシーになってまうよ結果わー言うとお時間ですさよなら